皆さんこんにちは。グッドウェザースタジオのハリー山品です。今日はですね、GWS 通信の第2回ということで、金井南流さんを取り上げようかと思います。で、金井南流さんっていうのはですね、水上山の謎を神々の神影編で清水太一さんという人に教えてもらった神道家ということなんですけども、本としてはですね、この一冊しか出ていません。で、これによりますとですね、金井南流さんは1917年群馬県生まれ、幼少より山霊山の霊ですねとの交渉深く、現在心理研究会を主催、現在というか心理研究会、神の理ですね、理科の理研究会を主催、神道専門誌さすらの発行等に当たるって書いてあります。これ、1980年の出版でも南流さんは亡くなっています。神道界ではですね、かなり多機能行者としてその有名で、特にまあこの本の中でも、いくつも爆弾発言といいますかね、かなり面白い発言が多くて、そういうところでも注目されています。まあ、私も非常にこの本に影響されて、一輪の宿命編でも、一節太間に釧路、あるいは、白山くくり目、白山王朝についてなどの章でも取り上げています。でですね、なぜ私がこの金井南流さんをこれだけ取り上げているのかというところが、皆さん疑問ではないかと思います。私は最初はね、 UFO アダムスキー哲学っていうかね、アダムスキーが説いている宇宙哲学、生命の科学の研究をしながらですね、水上山という不思議な山に興味を持っていろいろ調べていくうちに、そのいろんなものがこう問題がこう広がっていったわけですけども、それを研究して いるわけですけれども、一番の基本に根本的にあるのは、やっぱり宇宙哲学であり、いわばですね、このテレパシー能力というものをですね、いかに現実的に身につけるべきなのかっていうところが大きな課題なわけです。で、実はその宗教であったり、いわゆるこういうことに興味を持つ方っていうのは、やっぱりそこが一番興味がある部分だと思います。ある程度能力を持った人がいろんなことを言い当てたり、それなりのその不思議な効果を出していたりする。で、それを見ながら、一体どうしてこの人はこんな能力を持ってるんだろうっていうね、ある種尊敬感みたいな、憧れみたいなものをみんな持つわけですけども、だけども生命の科学はこの能力は本来誰でももともと持っているものだと教えているわけです。私もその考えに異論はないんですけれども、では一体それはどういうふうにすれば、我が手にできるのか、身につくのかっていう部分が非常に難しいところですね。で、前回大切なことの中では、オープンマインドということを言ったわけですけれども、この宇宙哲学そのものがない時代、あるいはまだこんな広がってない時代の人々っていうのは、宗教的な教えだったり、神道もそうだし、仏教の中にもあるんですけども、いわゆる厳しい修行を通して悟りを得るというようなことを、そういうものを得る近道というかな、術としていたわけです。その中でもですね、神秘体験というのが非常に重要視されていたわけです。で、前に
修験道の方と話をしたことがあるんですけども、なんであんな厳しい修行をするんですかっていうふうに聞いたら、それは神秘体験を得るためだというふうに言うんですね。で、いろいろまあその手のものを読んでると、その神秘体験を得ることでその神の世界と通じていろんな悟りを得るっていうのが、まあ、あのそういう荒行っていうかな、そういうものを通して、まあ、なぜそういうことをするのかっていうことの根本にあるわけですよ。でこれは、まあ、宇宙哲学的に言うと、己のエゴを制してオープンマインドというものを持つことによってテレパシー能力が得られますよということなんですけども、いわゆるそのテレパシーとは何か、印象派だとか、そういう説明を一輪の宿命の中でしてますけども、そういう知識のない場合は、あの本当にただ神様とどんなふうに交信するのか、そのようないわゆる神秘体験を通してその能力をつけようとしたわけですよね。その問題についてはですね、これ結構大事な問題なんで、また別のところでもいろんなものがあるんですよ。神知学だとか、あるいは老子ですね、それからジェームス・アレンという人がやっぱりいろんな、まあ、同じ問題なんですけども、そういういろんな角度からそういうことを研究している人がいまして、まあ、宇宙哲学とはまた違う角度から、そういうことに、その問題にこう向かってるわけですよね。それについてはですね、また別の機会に話そうと思います。で、この南竜さんって方もさっきちょっと読んだように小さい時から、まあ、いわゆる霊感が強いっていう人だったと思います。実はそういう、まあ、哲学的なことやなんかも含めてですね、そのこの宇宙哲学とか生命の科学のこの知識がない時はない時代ですね。それ以前はですね、まあ、いわゆる霊とか、まあ、神の他にですね、霊とかそういうものがね、ごっちゃごちゃになっているんですよ。でそういうものがあるので、いろんなそういう研究者がそれをきちんとその整理できない、できていないんですね。それはまあアダムスキー以降でも同じなんですよ。でだからいわゆるテレパシー能力っていうのは、まあ、多様な面を持っているんで、一概にそのこれがテレパシーだっていうようなことがなかなかうまく言えないんですけども、まあ、一つだけ言えることは、いわゆるこの宇宙的な感覚、テレパシー的な宇宙的なテレパシーを感受した場合はですね、一切恐怖感というのはないんですよ。むしろなんかこう非常に晴れ晴れとしたこの広がるようなフィーリングですね、そういうものがついて回るんですよ。ところがその印象波っていうのはいろんな経路からこっちに入ってくるんですよ。そうとある時こっち側の心の中に何かに対する恐怖があったりすると、それを増幅させるような想念が入ってきたりするんですよ。でそれがそのどこから来るのか、あるいはどういう作用でその自分たちに来るのかっていうことが分かっていないと、ごちゃごちゃになって悪霊がついたとか、その世の中にはいい神様と悪い神様がいるみたいなね、そういうわけわかんないくくりになってる、わけわかんないっていうかな、そういうくくりになってるわけですよ。でそれが、まあ、それ人なりにいろんな説明をしていくんですけども、結局後でよくよく考えるとわけわかんない話になったりするわけですね。でその点についてはですね、まあまた別の機会に一つ一つ、解説していこうかなと思ってます。でこの南竜さんっていうのはですね、まあ、そのもともと霊感が強かった上にですね、滝の行者と言われるぐらいで、いわゆる滝行っていうのをするんですね。で私はもう滝行をやったことないんですけども、清水太一さんっていうのは今
心理研究会というのは未だには続いているんですけども、そんなになんか会員がいないらしくて、その数少ないメンバーなんですけども、よく滝行をやるんだそうです。でこうすごいよく寒い冬場にこうやったりしますよね。であれをやってるとですね、なんか寒くないらしいんですよね。なおかつなんかこう体から毒素みたいな白いものがダーッと出てくるなとかね、そういう経験はしているみたいなんです。まあ一度機会があったらやってみたいなと思うんですけども、まあ、それも一つそういうその神秘体験っていうかな、そういうふうにエゴを、ある程度そのコントロールすることによって得られるテレパシックな体験ということになります。これがいわゆる神秘体験ということになります。それでですね、私はこの金井南條さんの本を読んで、一番最初に言いましたけれども、やっぱり五つ太間に釧路っていうのと、それから白山くくり姫のことですね、これが一番引っかかったということになります。で今回一輪の仕組み編の中で独立してそれを取り上げていったわけです。それでそのこの金井南條さんの本を、読みながらですね、あ、神様っていうのをこんな風に感じるのかっていうのはこの知識としては得たわけですけれども、なかなかその実際にはよく分かんないでいたわけですよね。それで一番最初やっぱりその白山くくり姫という神様がものすごく気になって、この神様のことをとにかく徹底的に調べてみたいっていう気持ちがあっていろいろ行動を取ったっていう、その辺は白山くくり姫消えた白山王朝の書を見ていただくと分かると思うんですけども、やっぱりあの中で結局結果的に私はくくり姫の神といわゆる同期するっていうかな、その神様のフィーリングを一つ教えていただくことによって、その後ですね、いろんな働きかけっていうかな、それを受けることになるわけです。でやっぱりそれはこの南條さんのその本を読むことで初めてその得た知識だと思います。だから単にですね、アダムスキーの本を読んでテレパシックなもの、宇宙的なものっていうだけを追っていたら、こういうものは得られなかったと思います。それでですね、南條さんの考えている神世界っていうのはじゃあ一体どんなものなのかっていうふうに、その宇宙哲学的なものと比較して、いきたいと思うんですけども、宇宙哲学的な解説というのは一応アダムスキー計画とテレパシー、それからユーフォと神の章の中でかなり、言ってるんですが、細かく説明をしているんですけれども、簡単に言うと、この今は生きているこの肉体ありますよね。これは神の想念の結果として私がこの物体、物理的な物体としてここに今いるわけですね。でその神の想念の分け目玉っていうかな、いわゆる個人的な分身の意識というものがありまして、それが簡単に言うと私の魂になるわけです。で今私が私って言ってて、いろんなものを見たり食べたり音楽聴いたり、なんかいい匂いを感じたりしてるのはこの肉体であって、でそれ肉体ができたことによってあとできた心というものが今私が私って言ってる私なんですよ。だけどその肉体の心である私は実はですね、そのもともとにある魂であり、その奥にある宇宙的な意識の指令によって動いている部分がほとんど大多数なんです。例えばお腹が空いたり、あるいは眠くなったり、あるいは何か喉が渇いたり、飲んだり、暑い時は服を脱ぎ
寒い時は服を着たりということをしますよね。でこれはもともとはその宇宙的な指令の中にあります。で例えば生き方というものの上でもですね、例えば何かをこう選ばなきゃならない事態っていうのはよくあると思うんですけども、そのどっちを選ぶのかっていうのはやっぱり自分で選んでるようなんですけども、実はその魂を通した宇宙的な衝動が選んでるってことになります。その中でですね、例えば直感的に選ぶ人っていうのはその宇宙的なものの中で選んでいるので、ある意味間違いがないんです。あるいは間違ったとしても、なぜ間違ったのかっていうか、修正ができるんですよ。だけどマインドの後からできたエゴマインドが自分に都合のいいことを考えて選んだりすると、まああんまりいい結果は出ないんですね。例えばその時一瞬得したようなことがあったとしても、それを長い目で見ると全く違う選択だったことに後で気がつくことになります。この辺が、まあ、いわゆる宇宙哲学、生命の科学の真髄なんですけれども、まあ、この今私が言ったその後にできたエゴマインド、それから宇宙的な魂っていうことをですね、南竜さんは、肉体っていうのは、地球の魔王から借りているもので、まあ、ある着物なんだと。でその中に神様からの分身ですね、分け御霊っていうんですけども、分け御霊を持って人間は生まれてくるんだよと。でこれこういうふうに表現しています。まあ、これはだから宇宙哲学的に言うと、まあ、その肉体の心と宇宙的心っていう、宇宙的意識っていう、これをこういうふうに言ってるわけですね。で確かテレパシーの章の中でご紹介したんですけども、南條さんは人間は死ぬと肉体はですね、地球の魔王にむしゃむしゃ食われてしまうんだと。で分け御霊も下手するとむしゃむしゃと食べられちゃうんだよと。で本当に御言持ちって後で説明しますけど、御言持ち、まあ、いわゆる己のね、生まれてきた意味をですね成就して本当に上の世界に行けるのは千年に一人か二人かな、なんてことを言ってます。まあ、これも言い換えれば当然の話でですね、人間は死ぬとどうなるのかというような問題もなんですけれども、肉体の心っていうのは肉体がなくなるんで消滅します。ただいわゆるそのさっき言った宇宙的な魂は次の肉体を作る時の設計図として持ち運ばれて、そしてほぼ瞬時と言ってますけど、2秒か3秒で宇宙のどこだか知れば分かりませんけども、またどっかで人間として生まれる時に使われます。でまたそこに新たな肉体ができるわけですね。で新たな肉体には新たな肉体の心が宿るわけです。でその時に肉体の心を支配するのがこの乗り移ったというかな、生まれ変わり のために使われる魂の中にその設計図というかな、心の設計図までもがここに入っているわけです。だから新しく生まれた私は同じような顔をして同じようなことをします。同じような傾向のことをします。だからよく前世がどうのこうのっていう話をする人いるんですけども、あんまり前世は知っても意味がないんですよ。つまり大した人間じゃないんですよ。みんな徳川家康だとか織田信長だったとか、そんなんじゃないんですよ。
一般の人はね、みんなの名も知れぬ普通のどっかの一般ピープルなんですよ。だけどみんなそれぞれそういう継続的なものを持って生まれてくるので、そこで新たな肉体を持って新たに生まれた心は何か継続的なものを表すような生き方をするんですね。これはひょっとしたらその心がですね、うまく魂のデータを読み取ることができれば前世の記憶というふうになっていくわけです。基本的には同じようなことをするんだと、そういうふうに思っていただければ。ですから自分が今の自分を見て、ああ前世の自分もこんなことをしている、こういうものの考え方をして、こういう傾向の人間だったんだなというふうに思っていただければ、それが一番正しいものだと思います。男性であったとか女性だったとかっていう違いはあると思いますけれども、やっぱ基本的なものの考え方や生き方は同じです。で、南竜さんはなんかね、人間でも何でもそうなんですけど、生き物は中にその菊座が見えるって言うんですよ。この菊座っていうのはよくわかんないんですけど、こうオーラみたいなもんじゃないかなと思うんですけども、で人間はみんな五弁の菊座を持って生まれてくるって言うんですよ。でこれはどんな人でもみんな五弁なんだそうです。だからこういうそういう意味では平等なわけです。でただこの神の世界になりますと、これは神の世界に何さんがヒエラルキーっていう言葉を使ってるんですけども、ヒエラルキーっていうのはヒエラルヒアとかヒエラルヒーってこういうも言ったりするんですけども、いわゆる階級のことですね。これが神の世界にはかっちりあると。でこの階級を表すのが神のいわゆる菊座っていうことになります。で神様になると、いわゆる人間は5ですから、みんな6以上の、壁を持ってるそうです。10とか16とか20弁の壁と。でこれが簡単に言うと1号目から10号目まであって、1号目の神様、10号目の神様というふうになります。で面白いのは、例えば白山くくり姫、くくり姫の神とは一体何かというのは、本編の方でだいぶ解説しましたので、お分かりのだと思いますけれども、ただ同じ働きをする神がですね、日本を司っている神様、他の国を司っている神様、いわゆる地球全体を司っている神様、それから惑星系全体、それぞれの星、それから太陽系、銀河というふうに広まっていきますよね。で、これを多分これを指しているんだと思うんですけども、これを8号目だとか9号目だとか10号目っていう言い方をしているようです。だから同じくくり姫という神様でも、そういう何号目の神様っていうのが何人もいて、同じ働きは同じなんですけども、いわゆるそこにこう階級ができてますよっていう、これが南竜さんの言ういわゆる一つの神世界の仕組みということになります。あとはそれは人間に限らずですね、動物なんかの世界もあって、南竜さんはカラスの世界もするなと。その一つ上に行ったカラスはおカラスさんというらしいんですよ。で面白いのは、一番この本の一番最初の方に出てくるんですけども、ゴッホの絵の中におカラスさんが出ているという話が出てきます。ゴッホのですね、麦畑っていう絵の中に何羽もカラスがこう描かれてるんですけども、その中に1羽おカラスさんが描かれているんだそうです。ぜひ皆さん調べて、どこにおカラスさんがいるのか、自分で確かめてみてほしいと思うんですけども、私は見て、あ、分かりました、あ、これだって。でこのゴッホはですね、この
麦畑の中でのおからしさを書いたことで神とつながったと、つながることができたと。だから彼はある意味その自分の使命を果たしたっていう、そういう思いがあったんではないかということを内藤さんは言ってます。まあ、アダムスキーの円盤同情記の中でですね、その宇宙のブラザーズのシスターズたちがアダムスキーに対してですね、アダムスキーがあなたたちは何を人生の目標みたいに生きてるんですかみたいなことを聞くと、彼らは神のごとく生きることが自分たちの最終目標だっていうことを言うわけです。自分のなすことは神がなすことなんだっていうふうに言えるようになりたいというわけです。で、まあ、実はこの神道のこういう中でもですね、そういう考え方がありまして、でそのいわゆる神様の仕事というかな、神様に奉仕をして生きている人のことを御言持ちと言います。ですからそのいわゆる南流三流に言えばですね、宇宙人と呼ばれる方々ですね、彼らは御言持ちっていうことに言えると思います。で最終的に私も御言持ちになれればいいなと思います。まあ、南流さんもそうなんですけども、特に、まあ、南流さんに影響されたわけじゃないんですけども、南流さんの本を読んでますと、いろんなところに生かされるんですよ。今日何だか分かんないけど、あそこの山に登って、拝んでこいと、受け入れをしてこいとかね、なんかいろいろそんなことが急にあるんですよ。で自分で例えば発信してこの山に登ろうと思っても、その神様ですね、それをこうまだ認めてないと山頂まで行けないんですよ。どうしても5合目までね、それ以上行けないって感じになっちゃうらしいんですよ。まあ、だからそこがスポーツ登山といわゆるこの修行の登山の違いなんだみたいなことも言っております。で、まあ、私もですね、今回この一輪の仕組み、水上山の謎を作るためにですね、いろんなところに生かされたって感じなんですよね。自分が行きたくて行ったっていうんじゃなくて、どうにも行かなきゃしょうがねえやって感じでこう行ってる部分が多かったんですよ。で、その時の感覚っていうのは、うまく言えないんだけど、急かされるわけでもないし、非常になんかこう能動的な積極性っていうかな、そういうものがこう気持ちの中に湧いてくるんですね。で、まあ大体天気だとかそういうものもよくうまくいったりね、かなり体の調子はあんまり良くないんだけど行けたりとかいうことが多かったですね。でその代わり、そのせっかく向こう行ったんだからこの山も行ってみたいとか、一応計画立てていくんだけど、ちょっと無茶な計画っていうかな、いわゆる呼ばれてないところには行けないんですよ。途中まで行ってなんか雨が降ってきて、すごい雨が降ってきて阻まれちゃったりとかね、そういうことも随分ありました。まあどうしてもここをやらなきゃならないというところは必ず行けるようなことになってましたね。で、まあこの南流さんの本に触発されて、まあ、そういう活動をしていったわけですけれども、もしだから私はこの南流さんの本に出会わなければですね、そういうことも、その理解っていうかな、感覚的にこのピンとこないままやってたような気がします。まあ、誰もが同じことをやれっていうわけではないんですけれども、こういうものの中からですね、いわゆるこのテレパシックな波動の受け取り方、あるいはテレパシックな波動ってこういうものなんだっ
ていう、そのフィーリングをですね、それぞれの人がなんとなく感じていただければいいなと思います。次回はですね、くくり名のことをもうちょっと考えてみようかなと思います。それでは。